1月13日、安宅神社でお火試し・粥試し神事が行われました。安宅神社のお火試し・粥試し神事はその年の稲作の豊穣を祈る神事で、毎年1月に行われています。境内では締め飾りやお札、お守りなどを焼く大きなどんどが作られ、地域の人が持ち寄ります。夜6時、小安宅観光踊り保存会による観光踊りが4年ぶりに行われました。法被姿に太鼓を抱えた地域の子どもたちが音頭に合わせ太鼓を打ちながら踊りました。夜6時40分、どんどに火がつけられました。火は瞬く間に夜空に向け燃え上がりました。火がつけられた後には庁舎でお火試し・粥試し神事が行われました。お火試しは月数で書かれたヒノキの割り木をいろりで焼き、炭の色が白ければ晴れ、黒い炭は雨、その中間であれば曇りとして1年間の月ごとの天候を占います。4月半晴れ、5月雨。粥試し神事は馬瀬、中手、奥手の印をつけた竹の管を小豆がゆと炊き込み、管の中の小豆や米の量によって大大豊作、大豊作、豊作と稲作の吉凶を占います。中手は大大豊作、今年は和瀬が大大豊作、中手が大大豊作、奥手が大豊作となりました。神事の後には小豆がゆが振る舞われ、この小豆がゆを食べると無病息災に過ごせると言われています。そうですね、小さい頃からこれがあるっていうのが当たり前になってますんで、もう習慣です。そうですね、4年ぶりにちょっと観光踊りも踊らさせていただきまして、ちょっとみんな子供さんらもみんな頑張ってやってたんで、すごい良かったと思います。はい、地域で大切に守られている伝統行事、これからも続いていくといいですね。